はい、海に行って、はい、で海の水平線のとこ取りを、いや、追っかけて、それをちゃんと開いとかないと。そうなんだよね。ですからね、いろいろ水平器ついてるんですよ。だから、それをうまく合わせればいいんですけど。いやね、二手でやるんですよ。こことここもついてるんですよ。すごい。ここも、あっちも水平器なんですよ。あと、カメラも水平器なんですよ。だからね、これはちょっと周りを通ってみてね、うん、ここだとね、見えないじゃないですか。拾えないですね。で、これね、この間にほら、これを水平器のあれをかましてるんですよ。はいはい。もっと高いさ、ほら、これこっちだとこう、水平器ついてるんですよ、ね。はい、これね、ヨドバシでこの水平調整器、これ4点ぐらいだったの。これ完璧なかなかかましたんです。でないとほら、三脚の足を収縮して足というのはね、もう全然大変なんで、これだとちょっと別にできるので、マーロットもね、こうやって見つけたらね、ちゃんとここにこうでパッてついてる、この上の靴ちょっとでかいですけどね、マーロットあれでっかってね、こうね、こうやってでっかって、この邪魔にならない、やっぱり